スパーズ乾杯。ボロ負けだね。ボロの負けでしたね。厳しい戦い、厳しい、なんかね、もう厳しいというか、ほんま乾杯ですね。完全なる負け。何度今シーズンこれを見るんだという、まあ、スパサポの方も多分もう結構同じ気持ちちゃうかなっていう気しますけどね。あの前のユナイテッド動画を見ていただいた方は聞いてると思うんですけど、うん、ユナイテッドが同点に追いついた瞬間、うん、スパーズまた負けてる負けてるってほんまに人として良くないことをしたことをこの場で謝罪させていただきます、うん、ほんまにはもう謝ったらもう許してあげてください。で彼は今スピリチュアルに目覚めてるのであのそこは許してあげてください、はい、それぐらいちょっとメンタルが、はい、しかもちゃんとやっぱね、はい、あの戻ってきたんでね、負けという形で、そういう悪いことしたら悪い形も因果応報とは昔から言いますけど、はい、いやまあスパーズは良くなかったです、非常に、はい、マイキームア君頑張ってほしかったですけどね。まあその辺も含めて、はい、まあ、スタッツ見ながらちょっと、はい、あ、私の感想で内藤さんの意見もちょっとね、いろいろお話ししていけたらなと思います、はい、ということでお付き合いよろしくお願いします。ごめんなさい。では内藤さんよろしくお願いします。お願いします。アタックモメンタム見ての通り、まあ、うん、いい分かややスパーズの方が多いかぐらい、うん、ですかね。スタッツを見ると、はい、まあ、ゴール期待値は 0.78、0.74 でほぼイーブン。ポゼッションはまあ 66% で圧倒的にスパーズ、うん、まあ、前半後半でもそんな差はなく、まあ、やや前半の方がスパーズは勢いがあったかなというそんな試合展開でしたが、うん、はい、うん、まあ一旦、まあ、スパーズの話しますか。そうですね、どうですかこの敗戦は。ズバリ誰のせいですか。ポステコグルーですね。ポステコグルーですか。いや、ポステコグルーというか、はい、まあまあちょっと段階を追って喋っていきたいですけど、はい、 そうですね、そんな簡単じゃないですかね、はい、まあ、もちろんそうなんですけど、うん、まあ、メンバーのところで言うと、まあ、まあ先ほどもオープニングで言ったように、うん、まあ、ソンがちょっと打撲ということで、はい、17歳のアカデミー出身マイキー・ムーア、はい、まあ、モーアなのかムーアなのかという説ありますけども、はい、デビューリーグ戦で頭から出まして、はい、まあ、ちょっと推しなんでね、うん、僕もマイキー・ムーアは、まあ、そうですね、そのファンの垣根を越えてやっぱ、うん、ね、ラインジで見ましたし、うん、でインタビューもねしてるから、インタビューもさせてもらったんで、うん、でまあちょっとムーアのこの試合の前に、うん、アーゼット戦がカンファレヨーロッパリーグであって、それがもうスーパーやって、あ、そうですか、僕見れてないっすよ。もう僕の、はい、そのね、あの J リーグの好きなクラブセレッソ大阪に所属してたマイクマと、はい、マイクマ VS マイキームーアっていう僕からしたら激アツの展開がありまして、マイマイ対決、マイマイ対決をもうバチボコちょっとマイクマ選手好きとしては、ね、ほんまに心苦しいんですけど 5.8 点やマイクママジでね、ああ後半に左サイドに行ってから、はい、だからマイクマ選手からしたら対峙する形になるんですけど、バッチボコにいなして、あ、なるほど、それの流れがあっての先発やったんですね。で、50何分かぐらいに多分マイクマ選手変わってるんですよ、はいはい、そんなこと普通リーグ戦でなかったみたいなんですけど、確かに、っていうその良き流れがあり、じゃあソニーの代わり、うん、まあ、ベルナーがちょっと自信を失ってるというところで、うん、まあ、スタメンになりましたという、うん、はい、このストーリーがある中で、うん、どうなるムーアって見てたら、まずムーアまでボールが来ない。そう、ここなんですよ。そうっすよ、ここがもう何をしてるんだと、アンジェ、まあ、だからプレータイムで言うと62分プレーして、うん、まあ、タッチ回数25回、うん、まあ少ないか、少ない少ない、うん、これはだから完全にグラスナーのこのビルドの構造をはめてきたっていうところですよね、うん、ちょっとあの1個前に戻してほしいんですが、はい、まあ、こうビルドアップの時スパーズはまあ2センターバック、うん、ロメロとファンデヘンプラス、まあ、ビカーリを絡めながら3でビルドするというところがあったんですけど、まあ、相手も3に対して3ではめに来る、うん、で足りないところはこう、サイドバック、こっちのポロとか、うん、ウドジェが降りてきて、まあ、ビルドに関与するというところだったんですが、はい、そこも、まあ、インサイドハーフないし、うん、ワイドの選手が出てきて、まあ、はめられるみたいな立ち上がりからずっと続いてましたと、うん、でこれに修正するのかい、どうなんだいアンジェと、うん、でいうところがありまして、一瞬
一瞬か一回か一瞬かちょっと僕もその、はい、表現が正しいかどうか分かんないですけど、はい、改善してとかあったんですよね。ちょっと、うん、下がりすぎずサイドバックが下がりすぎず、うん、ちょっと高い位置を取ることによって、ファジーな領域を作ることによってちょっと長いボール出すとか、あ、これちょっと修正したんかなと思ったら、修正ではなく多分、まあ、選手が現場的に判断してやったことやったから、まあ、結局ずっとはめられる構造が続きますの中で、うん、右サイドバック多分ポロから、ゴールキーパー飛ばした中間のパスが、ロブじゃないですけどね、うん、こうボールが来ます。でファンデヘンがトラップワンこう地面についてから行くかダイレクトで止めるか迷って、あ、一回的をでバウンドしたとこに寄せられてかっさらわれると、そのボール様クロス上げられて、エゼがもう見たことないなんかバックヒール落としをかまして、マテタが決めるという、これはマテタとエゼが素晴らしかったんですが、いやそもそもこのかめられる構造をなぜこの何分間も引っ張るんだと、これ多分スパサポの方がまあ同じことをずっと思ってたと思うんですが、でまあ、それで失点しますと。で後半アンジャ後半は修正してくれるんで、うん、後半修正まあ多少修正もするんですけど、天白がしてくれないみたいな、いやそんな低いレベルでマウント取られて、いやいや言ってないですよ、被害妄想すぎて、ああやばい、負けたらねもうな全部攻撃されてくるんですよなんで僕スパーズの話で急に天白の話するんですか、お前らよりか上やからな、いやそのマウントじゃないですか、うんこみたいな低レベルやめましょうよ俺たちはトップに行くんですよ内藤さん、そうですね、行ってこの試合ですから、はい、そうですね、はい、でまあ多少でビルドのとこも、はい、まあ言うたらビスマワンアンカーやったところを、はい、まあサール入れてツーボラみたいな形にして、うん、はい、林良平さんもおっしゃってましたけど、こっちの方がビルドはやりやすいと思いますみたいなことをね、うん、おっしゃってて、で 2-2 ではめられたら、うん、2-2 ってセンターバック2センターバックとボランチのところも相手のインサイドハーフが出てくるなら、はい、もうゴールキーパーから飛ばして、はい、でリッチーとソランケに2トップにしたんだよね、うん、フォーフォートゥーみたいな形で、うん、はい、そっちの中間まで飛ばしてでサイドバックがそこのフォローに行くとかっていうのをしたらいいんじゃないって、なんかもうサッカー素人の私でもね見ててなんとなく思ったんですが、うん、まあ、とにかくビカーリョがこの人は蹴らない、うん、なぜだ、うん、蹴ってくれと、はい、まあ、スーパーセーブあったんですよ、やっぱ止めるシュートストップのとか素晴らしいんですけど、はい、そこがまあ何本か 2,3 本ぐらいはあったと思うんですけど、うん、結局そこ通ったらチャンスにもなってたんですよね、うん、はい、だそこのグラスナーが修正、まあ、結局グラスナーが修正してくるんですけど、うん、その後にそこの戦術面のところで、はい、ちょっとまず負けてたのかなっていうところが、うん、まあ、1点、まあ、僕の1つ感想、うん、なるほど、それで言うと、うん、僕思ってるとかちょっとわざと逆のことを言うんですけど、はい、いやまあ相手がハイプレスに来るからこそ低い位置で、うん、まあ、リスクはあるけど繋いでひっくり返して時間とやるんだと、うん、ドン引きされたところを崩しきるより、うん、それでね崩しきれなかったこと何回もあったんで、うん、はめられてるけどそこをこの力で剥がす、これが俺たちのサッカーなんだ、はい、これじゃダメなんですか、それじゃダメです、ダメですかそれは理想です、あ、理想で、アンジはその理想にと一緒に多分こうやり続けていく監督やと思うんで、はい、僕はそれ全然いいと思う、うん、ただそれはアンジェの考えであって、僕の考えは勝ちたい勝ちたいから無理だ無理だ、例えばオナラでもやっぱ、はい、そうはめられて、うん、前プレーかけられた時にやっぱ中間のミドルパスとか、うん、まあライバルチームで言うの嫌すけど、はい、まあライアでもやっぱその辺うまいですから、その判断というか、はい、うん、やっぱそこがあんだけはめられるならやっぱり修正、うん、するなり、うん、してほしいなっていうところは僕は思います。ただ、うん、内藤さんおっしゃるようにアンジェはそれなんで、うん、俺たちはサポーターなんでそれにも乗っかるしかないんで、うん、もう仕方がない、なるほど、で、まあ、それは1個と、それ1個目、うん、もう1個もうちょっと喋っていいですか、はい、もちろん、結局その最後の方ですよね、うん、ブロック控えた時どうするね問題、はい、まあ、最後の方、まあ、1-0 で推移していく中で、まあ、5-4 とか4-5みたいなブロック引かれてなかなか崩せないと、うん、まあ、これはもうこのチャンネル解説当初からずっと言ってることなんですけど、はい、まあ、ポケットを取る、マイナス、で、まあ、点を取るみたいなね、昨シーズンの開幕戦10試合ぐらいはそれがすごい良かったと、うん、研究されてないとこともあったし、でも実際問題なかなか、それは難しいと、でこの試合に関しては何度かポケット取ったらやっぱりいいチャンスもあった、ただ決めてほしい、
でっていう中で僕が思ったのはもっと単純に掘り込んでええんちゃんっていう、うんうん、林さんもおっしゃってましたけど、まあ、ソランケもいるし、うん、リシャルリソンもいるし、うんまあ、そこはもうシンプルにもう掘り込んでもうあかんかったらもうあかんでいいんじゃないと、もう、まあ、相手のセンターバック硬いしもう分かるけど、ずっとこの外回し外回しの U の字はもうちょっとええんじゃないっていうのをこの試合も改めてちょっと思ってしまったなというところと、うんまあ、あと、まあ、これちょっと選手を言うのはあんまり好きじゃないので、うんはい、僕はリスペクトしてるから好きじゃないんですけど、はい、いやちょっとねやっぱベルナーと、はい、あーリチャルリソン、うん、ちょっと自信失ってんのかなっていうのは思ったかな、うん、自信失ったら表情に全感情乗ってしまうコンビ出てたな出てましたか、でもねこの試合突破とかほんま素晴らしかったんですよ、うん左サイドに入っていいクロスも何本も上げてたし、そこは全然いいんですけど、僕が一個気になったのは何分かちょっと覚えてないんですけど、右サイドやったかな、うん、からポロッか誰かのこうパスやったとちょっとごめんなさいね、記憶曖昧なんですけど、うん、をダイレクトで右のブレナン・ジョーンズか誰か出したとかあるんですけど、はい、いやもうお前はもうまっすぐそのままゴールに向かうところ を、うん、を見せて右とかでもいいんじゃないみたいな、うんうん、十分うまいですよ、代打で右にはたくとかもいいですけど、うん、選択肢がパスになってんのかな、うん、っていうのを思ってしまう、やっぱそのねそのいい時もあるんですけどね、そのシンプルにはたくのは、うん、そうなんですよ、やっぱ自信ない選手ほどはたボールを持てなくなる、そうなんですよね、やっぱ勇気ってちゃんと重要な要素なんですよね、うん、だからアンジェも言って言ってましたけど、今ベルナーの状態正直、まあ、もう僕たちはサポートするしかできない、うん、それはインタビューでもおっしゃってたし、もうあとベルナーがもうここを見せてくれるしかない、うんまあ、それリッチーもそうで、それも右ポロのクロスだったかな、でこう抜けてきたところをトラップしようとしてっていうところがあったんですけど、うん、いやダイレでもうストライカーやねんから振ってよっていう、うんうん、これはもうファン感情ですけどね、完全ファン感情ですね、うん、でリッチもなんかこうなんか外してとかトラミというか難しいバウンドやったんで、はいはい、でなんかカメラ抜かれてなんか見た、うん、いやないねんお前打てやって俺は夜中に叫んでたんで、なんかまあ分かんねんけどな、大事にしたいし、うん、ってで、ヨーロッパリーグで PK ももう奪って蹴ってね、奪ってって言い方よくないかもしれないけど、うん、マディソンとこうね、うん、どっちが蹴るかみたいなんで、最初マディソンやったけど俺が蹴るっつって決めて、で試合終わりこうやって、あお前やったなよかったなみたいな感じでやっててんから、もうゴールを狙ってくれと、それお前はストライカーなんだっていうところをちょっと見せて欲しかったなと思いましたね、うん、それが2つ目、はい、もう1個だけ言わせてください、はい、勝ちたいところを見せて欲しい、結局ここ問題、魂、これはねやっぱね、はい、ソニーがいないのでかいなってめっちゃ思ったっすね、キャプテン不在なんかアディショナルになってからも勝ちたいなっていうのが、はい、うんまあ、もちろんプロの方なんで思ってるに決まってるんですけど、うんうん、なんかロメロぐらいなんかなと思ったんですよ。あロメロはもうとにかくちょっともう急ごうとか、なんかこうパパンってやってるとこあったんですけど、うん、なんかこのパターン前も多分言ったと思うんですけど、なんかもうとりあえずこの試合はもうしゃあないか的な空気がちょっと出てんちゃうみたいな、うん、でこれがソニーがおったら多分そんなことはあかんってやってくれると思うんですけど、うん、なんかこうゆるいって言ったらおかしいんですけど、うん、いやここ叩かないとっていう感じが、せめて引き分けでガチェンジ持って帰るんだっていうここが、うん、まあこれは本当にねもうバカなサポーターの一意見ですけど、うん、ちょっと見せてほしかったなっていうのが、うん、まあ3つ、この3つがなんか私のちょっと気になったとこかなっていうとこですかね、うんうん、僕が気になったのは、うん、あやっぱ今スピってるんでもうとにかくスピリチュアルなモードに入ってるんで、もう逃げたいし現実逃避もうなんかあさっての方向僕向いてるんでなんでこの我々の試合の時に限って、うん、なんでパレスこんなハイプレス激しいってめっちゃ思いました。なんかそうやねんな、なんかスパーズには勝つぞでしたよなんかしないけど、ほんまにそう、ここ見れば僕も全部は見てないですよパレス、でも結構見てる中で、うん、なんかいや俺みたいよこんなにパレス、いやそうなんですよ、ハイプレス激しかったっけみたいな、僕も見てて思いましたよ、はい、
あれなんか話しちゃうやん。なんかちょっと息切れへんみたいな感じちゃうかったっけ、うん、みたいな。まあまあ見てると思うんですよ、そのパイスの試合も、はい、まあその振り返りも含めて、こんなに激しかったかねっていう。少なくともユナイテッドでちょっと前対戦した時は、うん、ここまで激しなかったぞと思って、だからそれぐらいやっぱホームやし、はい、なんかそのグラスナーの顔とか見てても、はい、もう絶対に負けへんっていう、なんかここの部分で負けてたんやなっていうのは、まあ、球際のとこも見たしあの方やったら分かると思うんですけど、はい、結構荒かったんですよ、パレス。これ大丈夫、これ怪我いけるぐらいのパシーンってこう来てる。でもそれぐらいやっぱりいかないと、プレミアリーグなんでもう全チームレベル高いから、うん、ここでやっぱトップ4に入るチームはやっぱ1でも拾うんやろなって、私は思ってしまったかな。だから僕らがダメなんです。僕らがなんか持ってないんですよ、うん、なんか。まあそうか、僕らの時に相手調子上がるんです。貧乏神か俺たちが。僕らが悪いのかもしれない。どうやっぱちょっと一旦祈祷とか行きます？人行くかも。京都になんかサッカーの神社とかありますよね。まあそれするかもう、はい、そのサポーターを辞めて、はい、皆さんを幸せになるために僕らが辞めるという辞める、チャンネルを閉鎖するかの二択に。その二択、うわー、ここまで1年半ぐらい頑張ってんけどな。いや苦しいね、だからほんまにすわ、なんとかならんかな。やっぱなんか足りないなと思いましたね、うん、なんかやっぱ、うん、このトップ、まあ、このまた別の動画で多分喋るっすけど、はい、トップ4、まあ、それこそ優勝争いする、まあ、もちろん僕はもうね、うん、あのスパーズファンですけど、はい、今シーズンはもうそのステップアップしていく時の、うん、バネの年のチョロ Q のこの引いてる年なんで、うん、別にそこは優勝とは現実的にはなかなか難しいと思ってるんですけど、うん、とはいえやっぱり、ね、チャンピオンズリーグ圏内に頑張って戻りたいんで、ってなった時にこのサッカーは難しいかなって思う、うん、そこもあります。ちょっと選手も褒めたいんで、はい、選手の方ポジティブなこともじゃあちょっと何個か、はい、まあ、ムーンは そんなボール来なかったですけど、なんか1個か2個、うん、おスピードあるやんのところちょっとありましたよね。ありました。やっぱ1人2人剥がして、うん、もうファールで止められるみたいな、うんうんうん、まあ、止められるというかファールでしか止めれないみたいなところがあったので、うん、まあ、彼は今後、まあ、もう全然リーグ戦でも使っていい、うん、もう能力があることは示したと思うので、うん、まあ、とはいえ17歳なんで、うん、僕の理想はほんまにペップのフォーデン的な感じで、うんうん、とりあえずもう怪我しないようにじっくり育てながら、まあ、20歳ぐらいでもフォーデンって確かそうですよね、19、20歳ぐらいでこうちょっとバッチリ出してくれる。もっと、ね、前から名前は言われてたけど割と大事に使ったんで、うん、使ったっていう感じでしたね。まあそのちょっとポスボードは使わなさすぎなんで、うん、もうちょい使ってほしいけど、うん、使いすぎないようにって絶妙なラインでね、ちょっと起用していってほしいなとか、うん、というのは思いましたね。まあ、ビカーリはよく止めたんじゃないですか、5セーブ。まあ、彼のとこのこのなんてビルドアップの、うん、まあ、この試合特にビルドで苦しんでるなっていう感じはあったんですけど、うん、それはそういうのが得意なキーパーじゃないので、うん、もうそこは割り切って、うん、で一本アダム・ウォートンのえげつなミドルを、はい、こんなぐらい体のけぞって止めてた、ね、うん、まさにベノムというようなスーパーセーブあったので、うん、ありましたし、うん、まあ、マリソンもね、その出てるうちは、まあ、悪くはなかったですよね、うん、違いは作ってだと思うし、うん、しマディソンじゃなかったらもっとハイプレス早くハマってたやろなっていうシーン、うん、僕も見てて何個か、うん、ありましたし、だからここですよね。だからその、結構そのビルドで苦戦してるんで、まあ、特に左に落ちながら、うん、ビルドを助けるみたいな、まあ、逆にマディソンが落ちたらパレスの方はブロック作ってとかで、うん、結構難しいとこあったんですが、そこでまあビルドの助けをしてたり、まあ、クロスのところでもいいボール上げてたというのと、うん、同時に内藤さんが前の、ね、動画でも多分おっしゃってたんですけど、はい、やっぱもうちょっとボックス近辺でマディソンをプレーさす、うん、まあ、ゴールに近いところ、うん、まあ、特にシュートとか、うん、ダイレクトでパスとか、まあ、そういうところにマディソン配置できるようにできたらもっとこう、ね、うん、点が入る時もあるんじゃないかなっていうのは、うん、まあ、この試合も特にその感じやったんで、まあ、まあ彼はスーパーなんで彼に求めるものが大きくなっちゃってるだけなんかもしれないですけど、まあ良かったけどもっとできるでしょうマディソンならとは思っちゃったとこもありましたがね、うん、まあ対するね、パレス、うん、まあ3バック全員良かったですね。良かったな、はい、実戦強えな、なんかね、こんなに激しかったっけ、お前たち。いや、そうなんですよ。いや、だから確かにその、ね、プレビューでも喋ったんですけど、うん、まあ、グラスナーは尻上がりで良くなっていくチームやから、うん、まあまあまあ、そのやから多分パレスもそんな解任はまだしないんじゃないかみたいな話もあったりして、うん、これなんか、いや、だからこっから多分
いい状態になるでしょうから、ね、まあ、グラハさんも最悪の時期は脱した、うんうんうん、まあ、鎌田選手がね、その中にちょっと、ね、そのビッグウェーブに乗り切れてない使われ方がしてるのがちょっと切なさも、うん、まあまあまあ、残るんですけど、でもまあ必ずどっかで出てくると思いますし、うん、まあ、パレス言うならやっぱウォートンかな、よかったですね、アダムウォートンよかったな、うざかったですね、それこそね、うん、まあ、パンパンパンで簡単にはたいたりとか、うん、で玉際のとこもね、彼はバチンといけるし、まあ、ちょっと、はい、手術するかもしれんみたいなね、うん、報道もあるので、まあ、僕はイングランド代表も好きなんで、まあ、そこまでこう、うん、無理せずにね、無理せずやってほしいなとは思いますけど、うん、うざかったなっていうところと、うん、まあ、もちろんエゼか、やっぱり、はい、もうなんか違いを作るので言うと、うん、完全にもうパレスの選手全員がもうエゼをもう見てる、はいはい、ところがあったんで、エゼが持ったら何かが起きるみたいなところは、うん、まあ、感じましたし、うん、強奪したいですね、いやユナイテッドもやっぱりウイング弱いっすもん、ガルナチョじゃダメっすよ、まだ何本ぐらいなんですかね、いや6000万7000万ポンドぐらいするんじゃないですか、あでも5000万ポンドのね、なんか解除情報あるみたいな話もありましたけど、うん、最近あんまちょっと情報出てこないんで現状どうなってるのか分かんないですけど、まあ、パレスのねサポーターの方にはもう申し訳ないですけど、それぐらいのモノレベルのビッグクラブが欲するね、うん、でまあもちろん点取った松田もそうですけど、まあ、MVP 僕はまあヘンダーソンかなと、うん、あなたのチームのであったねヘンダーソンがえぐかったっすよこの試合マジで、うちはやっぱそのうちを出たらみんな気持ちよくプレーしててほんとワンビサカも今週気持ちよさそうやったし、切ない気持ちでいっぱいですね、ヘンダーソンはマジ2点3点分ぐらい止められた気すんな、うん、まあ、一応数字上3セーブとそんな多くなかったもののやっぱそういう印象が残るぐらい、うん、決定的なセーブを見せたというところで、まあ、マディソンのシュート左手1本でも結構近距離やったと思うんですけどね、完璧にボックスウドージェの折り返しだったかな、うん、ポケット取って、ダイレクトでマディソンで僕も 100% 入ったと思って見て、うん、パーンと止められて、ほんまにマディソンもマコレカルキンぐらいホームアローンの、ってびっくりした顔してデブライネが似てるでおなじみね、はい、いやちょっと彼はすごかったな、うん、試合後のマテタとのこの方向みたいなのも、うん、この試合にかける思いみたいなのはちょっとパレスの選手の方が強かったんかなとかは思ってしまいましたが、ね、まあちょっとにあの順表を見て、はい、日程見て終わろうかな、すいませんちょっと喋りすぎたかもしれない、いやいや全然全然、まあそれを受けてですね、うん、トッテナムはでももう一桁違うんじゃないですか、うん、まあまあまあいやもう喋れてるスポンジボブと同じですいや厳しいね、パレスは降格権を出しました、あ、まあ、初勝利か、うん、おめでとうございます、ね、おめでとうございます、ここはまあまあまあそこはまあ素直にね、うん、まあ、苦しいですけども、まあ、パレスは多分上がってくる、まあ、アンジェも言ってましたけどね、うん、まあ、いやこれはまあ上がってくるやろうなっていう内容でした、うん、正直見てて、そうですね、うん、スパーズの方は結構やっぱあの X にも書いてあるんですけど、ムラがあるなと、いい試合と悪い試合の差が結構はっきりしてるなっていうのが私の印象です、で、日程、うん、シティ、ビラ、ガルタサライアウェイ、ライプスイッチ、シティ、ローマ、フラワー、なんかあえぎ声チャンネルですか、そんな18禁チャンネルいつの間にやったんですか、あえぎ声のつもりではやってなかったけど、あえぎ声じゃなかったですか、いやまあでも声も出ちゃうよね、声も出ちゃうよね、やったいやいや声は普通やあえぎって言うたらあえぎって言うたら気持ちよくなってはんのかな思って、これ苦しいよ、苦しい、気持ちよくならんでしょこれで一番苦しいよこれ、一番苦しいですね、まあまあとにかくまあ一戦一勝でもうやっていくしかないんじゃないかなと、感じかな、うん、なんか今週はなんかすごい明暗がバキッて分かれた試合になりましたね、うん、こうユナイテッド・スパーズのバッと見えちゃう、クラシコもね、うん、4-1か4-1、なんか白がダメなんですか、うん、白、あ確かに、ね、今週白、うん、白レアルマドリード白、うん、白が捨ててるってダメなのか、関係ない関係ない、白3つ揃ったらあかんのかな、関係ない関係ない全然関係ない全然関係ない俺たちはサポーターですから、もう応援するしかないんでね、もうまあ苦しいでしょうけど、まあ、スパサポの皆さんもね、まあ、ちょっと応援していただきまして、違ったご意見があればどんどんコメント書いてください、はい、逆にねクリスタルパレスのサポーターの方もここは良かったとか、うん、逆にここは怖かったよとかいろんな意見の方コメント書いていただきまして、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします、次回の動画でお会いしましょう、さよなら、神様頼む。